はい、どうもくるりと申します。今回からレムレスブルーの午前2時っていうゲームを実況していきたいと思います。このゲームリクエストをしていただいた作品なんですけど、まあもうね、この BGM と今映ってるイラストの雰囲気からして、個人的にはね、かなりドストライクですね。うんで今このゲームのホームページ見させていただいてるんですけど、このゲームね、 BL ゲームではあるみたいなんですけど、なんか BL っていうよりは友情以上恋愛未満の関係らしいので、まあがっつり BL っていうわけではなさそうなんですけど、まあでもやっぱり同性愛表現とか流血表現があるみたいなので、苦手な方はねご注意ください。はい、ということで、まあ早速やっていこうと思います。はい、じゃあスタートかな。スタートで、うん、これは手紙かな。親愛なる青家、突然の頼りに君は驚いているかもしれません。これを君が読んでいるということは、もう僕はこの世にはいないということです。約束を守ってくれてありがとう。縛りつけてごめんなさい。もう僕のことは心配しなくていいから、君が自分らしくいられる世界を作り上げて、それが僕の最後の願いです。今までたくさん嘘をついてきたけど、最後だけ本当のことを教えてあげます。僕は葵のことが好きでした。さようなら。茜より。ほう、まあこれ多分手紙だと思うけど、全然まだ状況がつかめないですね。うん、うん、チャプター1。こんにちは、はじめまして。僕は葵って言うんだ。葵ってことは、茜くんがさっき手紙を送った相手がこの子ってことだよね。確か親愛なる葵へって言ってた気がするから、うん。まあそれにしてもなかなか女子力が高そうなポージングだよね、葵くんは。ほう、好きな食べ物人参か。なんかどちらかと言ったら人参とか入ってたら避けそうだよね。うん、今日は僕の周りで起きている不思議なことについて説明したいと思います。うん、おお、さくらさんって男なんですね。もう完全に名前的に女の人かと思ったけど、イケメンでしたね。さくら先輩知らないの？声部だよ、声部。ああ、声部、声部な。はあ、葵も声部するような年に。もう桜先輩言ったらメディアに疎いくせに先輩ぶるんだから。うん、この人は桜先輩って言って、僕の2個年上だから高校2年生なんだ。七三分けと眼鏡が真面目そうでしょ。
実際真面目すぎるんだけどね。この学生寮はもともと住んでいる生徒は少ないんだけど、今は帰省期間だから寮にはさくら先輩と二人きりなんだ。ってことは逆に言えば、さくら先輩と葵くんは実家に帰ってないってことか。なんか訳ありなのかな。そういえば葵、知ってるか。噂なんだけどな、この学校にも出るらしいんだ、幽霊が。うん。なんでも白髪の昔の制服を着た学生が夜な夜な何かを探して学校中を徘徊しているそうな。怖いな葵、夜も眠れないな。ああ、うん。なんなら俺の部屋で寝ても。ああ、僕用事があるんだった。じゃあさくら先輩、後でね。結構葵くん塩対応だよね。ああ、行ってらっしゃい。もう、さくら先輩のバカ。僕が言おうと思ってたのに先に言われちゃったよ。でね、その不思議なことっていうのはね。うん。何さ、こんなに美しい僕を素通りするほど急いでどこに行くつもり？ほう、お仕事なんかやってんのかな。もちろん順調さ。来期のドラマにもゲスト出演が決まって。で、葵と一緒にいる時間くらい仕事のことは忘れさせてよ。うん。この子はいつき、こんな微妙な時期にやってきた謎の転校生だよ。ああ、もしかして見たことあるんじゃないかな。実はいつきってアイドル探偵として今やテレビに引っ張りだこなんだ。アイドル探偵。ほう。うん、ってことは一個下だから中学2年生かな。確かに大人っぽいよね。なのになんで学年も違う僕なんかに絡んでくるのか、とっても不思議なんだけど。さすがは謎の転校生ってところかな。うん。やだな、おいったら。何度も教えてあげたじゃないか。ほう、いつきインフィニティ。これはでも、いつきくんは満足してるんだよね、この名前に。なかなか高度なネーミングセンスだと思うんだけど、うん。ファンのことかって、いつきインフィニティまで呼んでるのかな？それともいつきくん呼びなのかな？なんでインフィニティつけたんだろうね。まあどうでもいいか。うん。なんとか負けたみたい。なーに切らしてんだ。さくら先輩かな。たく、今日はずいぶん遅いじゃねえか。いつまで俺を待たせる気だ。この人は多分タイトル画面にいた子だよね。うん、お待たせ。そして最後に紹介する彼は、彼はあれ、そういえば自己紹介がお互いにまだだったよね。そうだったか。じゃあ改めて。僕は葵、
よろしくね。俺の名前は日向。日向って言うんだ。今更だけどよろしくな、葵。うん。さくら、いつき、葵、ひなた。え、この流れでそっち？うん、どういうことかな？ううん、なんでもない。気を取り直して。うん、これが僕の言いたかった、僕の周りで起きている不思議なこと。ここでバーンと言いたかったのに、さくら先輩に先を越されちゃった。もうびっくりしたよ。こないだの深夜にどうも寝つけなくて散歩をしていたら、この桜の木の下で偶然彼と出会ったんだ。初めて見た時は心臓止まるかと思っちゃった。だっておじいさんのような白い髪の毛に昔使われていたリボン体の制服、まさに噂の幽霊にそっくりだと思わない？そっくりどころかもう多分幽霊だよね。時間帯もちょうど深夜の2時。これが俗に言う牛蜜時ってやつだよね。ほう、今深夜の2時か。さくら先輩とかいつきくんって何してたんだろうね。うん、特にいつきくん外にいたよね。なんかやってんのかな。ま、そんなよくある怪談話みたいなの僕は全然信じてないんだけど、現に僕は正体もわからない彼、日向になぜか惹かれているんだ。だから今日もこっそりと夜中に出会いに来てしまったわけなのです。うん。ねえ日向、今日は何して遊ぶ？そうだな、お前は？葵は何がしたい？僕はね、そうだ、図書室に行ってみようよ。図書室？開いてんのかな、深夜2時に。まずもう学校とかも閉まってそうな感じするよね。うん、そこに行くまで誰もいない夜の校舎を探検するのいいでしょ。へえ、面白そうじゃねえか。おう、開いてたんだね。結構閉まっちゃいそうな感じしてたけど、意外と開いてんのかな。って、あれ？ひなた？おい、ひなた。おかしいな。いくらなんでも、こんなところで迷子になることはないと思うんだけど。おい、ひなた？うん。提案しといてあれだけど、夜の図書室って怖いな。曲がり角から誰か出てきそうな。うん。不意に下から腕を引っ張られ、僕は尻餅をついてしまった。ほう、いつきくんか。ということで、今回はここまでにしておきたいと思います。ちょっと短いんだけどね。次回はここからやっていきたいと思います。レムレスブルーの午前2時、実況パート1、終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。